とも、コメバッタです。ダンモバは父を揺らすゲームですが、一部のマニアは彼女たちの太ももを楽しんでるようです。そこで今回は、ダンモバで一番魅力的な太ももは誰なのか、ランキングにしてみたいと思います。トップ5では収まらなかったので、トップ7になりました。それでは、ランキングスタート。第7位は、ミシェル。控えめな性格から薄型になった足、ヘンテコな甲冑をまとった隙間から覗かせる太ももがエッチで魅力的ですね。第6位、シェルファミール。表紙からノリっぽい印象ですが、実はスレンダーのお姉系の娘。スラッとした細身の太ももですね。残念ながら絵の具はまだありませんが、韓国系アイドル並みの細さはとても魅力的です。第5位は、アカヤ。シェルファと同じく一見ゴリ系に見られがちだけど、実は背も高く彼女もスレンダー系のお姉さん。野生で育っただけあって筋肉質で張りのある健康的な太ももが魅力的ですね。止まりな。第4位、いつ誰が撤退していいと言ったんだい。ダンモバ界の SK 女王のイメルダ様。今まで何人もの男たちを送ってあげるわ。イメルダ様に踏まれたいダンモバプレイヤーはとても多いです。私は第3位、フレア。フレアです。容姿と落ち着きぶりからおばはんに見られがちなキャラ。今日もいつもは控えめなフレアさんですが、今日は勝負服で太ももをアピール。日々のトレーニングで鍛えられたお尻と太ももがとても魅力的ですね。第2位は、ローゼンシル。ローゼンシルはレーゲンブルクの女王様。その美貌は女王という名にふさわしい美しさ。完璧すぎる足と太ももに酔いしれそうです。太ももに装飾されたアクセサリーも可愛いですね。追うべき一切を背負い、民を導いていくことだけなのです。そして、第1位は、グレンシール。グレンは厳しい寒さのノーランで育った娘。この弾き出そうな太ももに魅了されたプレイヤーたちは、こぞって愛用しています。寒さの中で鍛え上げられたグレンの太ももは、最高にして最強ですね。ということで、今回のランモバキャラ太ももランキング1位は、グレンシールでした。おそらくプレイヤーの多くは、グレンの1位を予測してましたよね。果たして、グレンを超えるような太ももキャラが、この先現れるのか、楽しみですね。ランモバは、父揺れに太ももにお尻に、いろんな楽しみ方ができる、神ゲーです。ではまた、次のランキングでお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。